はい、本業はグラフィックデザイナー、杉山めぐみさんをお招きしております。こんにちは。こんにちは。はい、今本業はグラフィックデザイナーと不思議な紹介をしてしまいましたが、はい、はい、あの杉山さんはですね、まあ、なんか様々な顔をお持ちですね。そうですね、いつも自己紹介をとお願いされました時に、はい、なんて答えようかしらと毎回悩んでしまうくらいいろんなことをしております。はい、はい、はい、グラフィックデザイナーで今ちょうどこちらに貼ってある、製品のグラフィック、これも杉山さんの綺麗ですよね。ティーツリードロップって書いてあるんですか。ティーツリードロップ、はい、シャンプーなんですけど、はい、あのティートリーってアボリジニ、はい、オーストラリアの原住民が愛用しているハーブなんですね、このハーブを利用したシャンプ ー、これを数年前にちょっと企画させていただいたんです。はい、あれ今グラフィックデザインでデザインなんだけど、まあ、シャンプーの企画という話が出ましたね。はい、どういうことなんでしょうか。実はですね、はい、私今はご覧いただきますようにすごく元気なんですけど、はい、あのそれこそですね、いろんな病気を持っていたんです。先ほどの小林先生のお話、はい、すごく感じる部分があるんですけれども、はい、薬漬けだったんです。あ、そうなんですか。はい、でもう入退院繰り返しているような状況だったんですけども、十数年前にその薬の副作用で苦しみまして、はい、薬について学んでみたらこれはもう毒だから飲まない方がいいっていう結論に達しまして、飲むのをやめてみたら心臓発作まで治っちゃったと、そんな体験があるんです。はい、でそのことから、はい、健康って何、今までの医学って何、薬って何っていうことを私なりに学びまして、どんどん健康を取り戻していくんですね。ですのでこのことをいろんな方にお知らせしたいと思って素人ながらちょっとしたセミナー活動を始めたのが 4,5 年前なんです。はい、ところがですね、なかなかこれ伝わらなくて伝わらなくて、私ごときがちょろちょろと喋っただけではなかなか皆様の心に届いて、はい、その瞬間はいいんです、いいお話でした、生活ちょっと変えてみますっておっしゃっていただけるんですけども続かないんですよ。ですので私がちょろちょろやってるだけではこれ終わらないわ、どうしたらいいかしらと思っていましたら、はい、3年ほど前、いや4年前ですね、ある日天から私の伝えたいことがそっくりそのままごっそりとストーリーになって降りてきまして、小説を書いちゃった。それが今お持ちの、そうなんです、すごいページ数なんですけれど、はい、今コピー用紙にしまして125枚なんですけども、本にするとちょうどその倍なので250ページ、これが塊になって降りてきまして、これワープロで打ちましたのがわずか7日間なんです。普通1ヶ月以上かかるような量ですよね。私文章書くのめちゃくちゃ下手くそなので、はい、普通でしたらこれ1ヶ月どころか1年経っても書けないかと思います。どういうタイトルなんでしょうか。はい、これがですね8月8日8時8分時の雫っていうちょっと長いタイトルなんですけども、物語の中の8月8日に、はい、とっても素敵なアクシデントが起きる。あ、はい、そしてこの方、この主人公の女の子が病気を克服していく物語なんです。そうですか、はい、なんか8にも意味がありそうな感じがするんですが、はい、実はちょっと意味があります。そうですか、はい、じゃあ後半にぜひお聞きしたいと思います。はい、それでですね、今この小説は、はい、こうやって一般の方が見ようと思った場合は、ええ、杉山さんのホームページからダウンロードかなんかできるんですか。そうなんです、残念ながら現状まだ出版には及んでないものですから、はい、インターネットで無料公開させていただいております。ですので時の雫っていうのは、これ時間の雫というふうに検索かけていただきますと、Google でも Yahoo でも1番か2番に出てまいりますので、はいはい、それで見ていただくのが一番早いんじゃないかなと思います。とっても綺麗な、あれですよね、 Yahoo で見たんですけれど、はい、こちらちょっと私持ってきたんですが、ありがとうございます。皆さんにもぜひ、ね、検索していただきたいなと思うんですが、はい、色使いからもうほんわり柔らかな気持ちになるような、はい、ありがとうございます。これ実は私ホームページ制作はしたことがなかったので、初めての作品なので、個人的には直したいところがいろいろとあったりはするんですけれども、ただ色使い的には今おっしゃっていただいたように柔らかな、はい、癒し系の、そうですね、ホームページになったんじゃないかなと思ってます。はい、はい、今おっしゃったように伝えたいことがこうやって、はい、降りてきて、まず小説になったと、はい、そうなんです。で今度はそれをじゃあ情報は伝わったけども、じゃあどう対処していいかって言った時に、はい、今度は製品を企画されたということですか。そうなんです、はい、実はやはり食事っていうものがすごく大事なのと同時に、皮膚から吸収されてしまう毒素というのが実は今すごく大きな問題になっていると私自身感じていたので、はい、
10年以上ですねシャンプーを探しまくったんですね、はい、ところがいいシャンプーがどうしてもなくてなくてなくて、じゃあこれは作っていただこうということで、ある非常に優秀な工場の社長さんと知り合いましたので、はい、5年がかりでお願いしてお願いして、私のコンセプトを伝えたものを具現化していただいたと、そんな感じなんです。今お持ちになっていますけれども、はい、ティートリートロップって書いてありますね、はい、そうなんです。このシャンプーはすべて、頭だけではなくて、はい、お顔も体も洗っていただけます。これ1本で、はい、そうなんです。はい、でしかも成分が、私がこだわりましたのが、口に入れても大丈夫な植物と水だけで作ってほしいと、こんな無茶苦茶なことをメーカーさんといいますか工場さんにお願いしまして、だけど泡立ちはちゃんとしなくちゃ嫌だ、でも腐っても嫌だから、あの冷蔵庫に入れないでも腐らないように作ってっていうような、とんでもないことをお願いしたんです。そうなんですか、はい、でもあの顔を拝見しても、はい、あの化粧してないっておっしゃってましたが、はい、本当にそうなんですね、はい、とても綺麗なお肌なさってるんですが、やはりこの使われてから良くなられたんですか。はい、はい、そうですね、でこのシャンプー本当はもともとはシャンプーということで作らせていただいたんですけども、はい、本当に市販されている他の洗顔料、私肌なかなか合わなくて、洗った後とかも乾燥してしまって突っ張ってしまう、はい、ですから化粧水乳液が絶対必需品だったんです、ところが潤い成分をたっぷり入れていただいたことから、洗った後突っ張らないので、口、はい、から化粧水や乳液まで消えてなくなってしまったんですよ、使わなくて済むんですか、はい、そうなんです。ですからよく皆さんからおいくつですか、って言っていただくんですけども、はい、おいくつですか聞いちゃっていいでしょうか、はいはい、本当に皆さんびっくりしていただくんですけども、今年年女でして、4回目なので 12×4 していただくと、リスナーの方に本当に見ていただきたいぐらいに本当に若く見えます。ありがとうございます。先ほどはね、ほら小林先生の方は、はい、ね、年齢よりも全然若く見えるし、お二人とも、ね、お若いし、はい、お二人ともやはり植物を使ってらっしゃるという、植物の力は本当にパワフルで素晴らしいと思っております。そうですか、はい、なるほど。あとはこれをですね、実際に、まず杉山さんのホームページから見たら、はい、商品がのことだとか、はい、または購入方法っていうの分かるんですか。はい、ホームページの中にですね、私 その商品紹介といいますか、はい、ブログにまずちょっと飛んでいただきまして、はい、ブログのところからこの商品を紹介するページに飛んでいます、はい、現状は。ただやはり今そういったお話たくさんいただいているので、ダイレクトに飛べるようなボタンをつけようかなと思っておりますの で、数日お待ちください、はい、今はたった今はブログから入っていただくと、商品紹介、杉山恵さんの名前でもいいですし、はいはい、時間、時の雫、それは時間と書きますよね、はい、時間の雫から、はい、時間の雫で検索していただけると出てくるということですね、はいはい、そうです、はい、はい、分かりました。まあ、ぜひね、その思いのこもったこの製品、先ほどね、伺ったら、私の子供って、ね、お子様っていうね、商品に対してね、そういう愛着を持って、ね、たっぷり入ってるんですね、実際私の商品というわけではなく、友達が開発、そして販売をしてくださってるんですけど、企画という部分で携わらせていただきました。あと先ほどの8月8日の8がつく、はい、その著書ですが、はい、それはいつ頃出版なさるんですか。できれば年内にというふうに思っているんですけども、はい、こればかりは私一人の判断、その他ではできないものですから、なるべく年内にと思って今一生懸命動いております。そうですか、はい、それまではぜひホームページからダウンロードして無料で読んでいただけたらなと思います。はい、ありがとうございました。はい、今日はね、本当ひょんなことから、またこの番組に出ていただきましたが最初のゲストの小林先生と同じように、なんかテーマもなんか似てるなということで、ね、これもシンクロかなというふうに思います。はい、今日は、杉山恵さんをお招きしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。